こんにちは。ダイエットを始めて今日で約2ヶ月が経ちました。今日の日付は4月の30日です。それでは現在の体重を測ってみたいと思います。91.4、ということで今現在の体重は、91.4 でした。この半月どんな感じで、痩せてきたかちょっと見てみたいと思います。前回更新したのはこの4月の16日だったと思うんですけども、 92.3、こっからですね、一旦この半月のピークがこの4月の24日 88.8 まで下がってたんですけども、まあサウナとか行ったのも含めてなんですけども、一番ピークが 88.8、 ここからちょっと戻して、今日は 91.4 でした。目標がまでの残り体重は 3.4、これまでの減量が 6.9キロです。若干、サウナ行ったら 2,3 キロ下がるんで、僕は若干こう波がありますけども、だいたい行かなかって、91前後ですね。今日はですね、第4回目なんで、これまで、食事、運動、それから睡眠と話してきましたけれども、今日はですね、その水分、水のことをちょっと話したいと思います。僕普段からこれ持ち歩いているこのサーモスの 2.5 リットルの水魔法瓶、これで、普段毎日水を飲んでます。ネットで水と健康とか水とダイエットとかで検索すると、水のことってもういろいろ載ってますんでね、ぜひ詳しく、見てみてください。僕がちょっとさっき見た中でちょっと分かりやすいの記事があったんで、ちょっと読みたいと思います。私たちの体の約 60% は水分です。ですので生きるために水は必要不可欠なものです。実はダイエットにも役立つことをご存知でしょうか。ということで、そもそも水の役割とは、飲み物や食べ物から口に入った水分は腸から吸収され、血液などの体液として全身を巡ります。そして栄養素や体の中で不要となった老廃物を運んだり、体温を一定に保ったりするのです。また血液が円滑に流れるようにするのも水の重要な役割です。私たちの生命活動になくてはならないのは水です。次に、ダイエットに水が必要なのはなぜか。新陳代謝をスムーズにし、老廃物を出しやすくするためです。老廃物とは汗や尿、便などですでに体の中で不要になったものです。老廃物がたまったままだと血液の流れが悪くなります。そして体には次のようなマイナスの影響が生じる可能性があります。一つ目が痩せにくい。血流が悪くなることで代謝が下がり、ダイエットをしてもなかなか痩せられない体になります。そしてもう一つがむくみやすい。汗や尿がうまく排出されずに体の中に残るためむくみやすくなる。
3つ目、便秘。腸に便がたまって、腸内に悪玉菌が増殖し便秘がちに。このような影響を回避するために水はダイエットに必要です。その、マイナスの影響がプラスに変わっていきますので、個人差ありますが、痩せやすくなる、むくみが取れやすい、便秘が改善傾向といった効果が見られます。水を活用したダイエットのやり方。水を活用したダイエットのポイントは、こまめに水を飲むことが大切だそうです。水の量の目安、量は、1日2リットル以上が目安です。厚生労働省が推奨している健康のため水を飲もうでは、1日に 2.5 リットルの水が必要とあります。この 2.5 リットルの内訳ですけども、まず飲み物が 1.2 リットルで、食事由来の水分が1リットル、そして体内で作られる水が 0.3 リットルということだそうです。つまり飲み物や食べ物から取る水分量は1日あたり 2.2 リットルです。水を飲みすぎは注意。当然ですが、度を超えて水を摂取しすぎると、気分が悪くなったり、体調不良を起こしかねません。また冷えた水を飲みすぎると体温が下がる原因となり、免疫低下、ひいてはさまざまな病気の原因になることもあります。何事もほどほどを心がけてください。そして最初、水を取り始める、意識して水を取り始める最初はですね、太る可能性がある。実は水を積極的に飲み始めたばかりの時は体重が増える可能性があります。なぜなら排出機能が追いつかず水分が体に残ってしまうからです。そのため体重増加を生じるかもしれません。血液の流れが良くなり代謝が上がって老廃物を排出しやすくなるまではどうしても少し時間がかかります。心配な場合は1日1リットルなど、少なめからスタートし徐々に量を増やしていくとお勧めしますということだそうです。水を飲んで痩せた、成功の秘策は運動と食事。水を飲むことの役割は代謝を上げ、痩せやすい体づくりをすることです。しかし単に水を飲むだけで痩せるかというとそうではありません。なぜなら水を飲むだけで脂肪を燃焼できるわけでも、消費するカロリーを減らすわけでもないからです。そこで大切なのは同時に体も動かし食事量を減らすことです。そうすることでダイエットの成功に近づくことができます。運動によって体温を上げて汗をかきましょう。汗は老廃物の一つです。排出はもちろんダイエットに欠かせませんが、運動することで代謝が上がって脂肪を燃やしやすい体作りが可能になります。ということで、水を飲むと並行して運動と食事をセットですると効果的だそうです。まあ、そんな感じですね。とにかく新陳代謝が良くなって、体の中の老廃物を外に出す働きが、水なのでダイエット中にとても大切です。ということで今回は、水のことを話しましたけども、個人的には、水を意識して取るようになってまずね、汗をかきやすくなりましたね。以前よりもサウナとか行ってもそうですし、運動してる時もそうですけども、汗をねかきやすくなりました。
それから尿の回数も増えましたね。そして便も形のいい綺麗な便がね、スルッと出るような感じになりました。あとね、この肌の血色とかこう艶なんかもね、良くなったような気がします。それとあとやっぱり 2.5 リットルっていう、まあ、結構な量なんで、これを食事の前とかにこう、まあ、運動もの後とかもそうですけども、食事最中とかその食事前なんかも、こう飲むことによってやっぱお腹が張るんですよね。だからその食事の量もなんか、ちょっと少なく済むような感じです。うん、まあ、そういう感じで、2ヶ月経過しました。残り1ヶ月、頑張っていきたいと思います。以上です。それでは。